あっぱれやってまーす。さあ始まりました、あっぱれやってます。木曜日担当、城島茂です。城島岡本です。井上です。川北真由子です。さあこの番組では毎週火曜から木曜日までアイドル、芸人、ミュージシャンなど様々なジャンルのメンバーが90分間あっぱれな番組をお届けします。お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは。小島子が今週挨拶もないですけども、どうしたんですか。ですよね、はい、ちょっとお休みと、あ、飛ばしたわけではなく、はい、挨拶な抜きじゃなくて、いない、はい、いない状態、急遽お休み、急遽っていうのはすごいですね。急遽急に休めるもんなんですか。いや、バタバタしてますからね。AKB 忙しいです。とにかく本当にもう急なんですかね。急です。2、3日前なんでしょうね、でもとはいえ、とはいえ、とはいえ、こっちには急ですけど、まあまあね、なんか寂しいもんですね。寂しいです ね、 そうですね。私じゃ足りないですか。いや、やっぱキャピキャピ感がないじゃないですか。ありますよ、キャピーキャピーキャピーって言わないですね、キャピーの人は。キャピキャピ、いやいや、あなたもそのお腹出した T シャツ着てますけど上に毛布かけてますからね、うん、どないやキャピキャピ感はないですね。お腹がね、こうなんて言うんですか、あの、はいはい、うん、バーって言う人がいないとなると寂しいでしょ、うん、言えないですからもう、ね、そうですね、ここ先が、うんうん、寂しいですね。ね、全部河本さんにやってたいと思います。いやいや、それはもう別にそんな言わなくても当たっててますから、確かに、うん、なんでそんな変な空気になったの。なんか変な空気、ドヨンとしてるんですから、うん、あのみんなちょっと調子悪くないですか、うん、大丈夫ですか。全員が見たら分かりますよね、全員がちょっとずつ、ちょっとね、ボン開けてね、ボン開けてみんな、ね、いやもう結構ハードだったんちゃいます。ハードじゃないですか。そうなんですよ。まあね、その、はい、ダブ2回も主役せなあかん芝居が、そうです、連日のように稽古があったりとか、ね、はい、いっぱいみんなそれぞれが、ヒゲ生えてきたりね、ヒゲがもうボーボーに生えしたりとか、ひどかったですね。それボーボーに生えてるってことは仕事がないってことですよね。そうでしょうね、こういう状態になってるってことってことは、なんで疲れてるんですかっていうことになりますよね。移動が多いですわ。移動、移動、移動で、うわ、もうとにかく大移動ですよ。どこにですか、うん、岡山にまで行きましたよ。ほうほう、あの盆の時に、はい、まあ、1年か絶対帰るんですけど墓場に、その今年先週ぐらいですか、はい、台風で土日でバッて、ああ、なんかそうですね、もう、ね、欠航便がめちゃめちゃ増えた。ああ、はい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 、一般のお客さんも連れ込んだんですよ。で帰省に思いっきりハマってしまいまして、東京から岡山に行くまでの新幹線の中で3回乗り換えたんですよ、同じ車両で。あれ、その時、はい、僕ら時を広島行ってまして、コンサートで。やっぱり3回ぐらい止まって、え、飛行機がやっぱり飛ばなかった恐れがあるんで、って新幹線変えたんですよ、急遽。なるほど。朝一行って。やっぱり5時間半ぐらいかかって。広島。しんどいですよね。まあまあ、まあ言うても、座ってるか、ちょっとこう、廊下散歩するっていうか分かんないけど、ちょっと、お手洗いとか、デッキをうろうろしながらっていう時間潰してましたけど、まあね、全国的に影響ありましたからね、あの時は。ありましたね、本当に。めっちゃ疲れましたよ、もう。で、僕、なかったですね。え？台風というか。あ、そうですか。一滴まめに濡れてないですね。っていうかさ、はい、二人、なんか言うことないんすか？え？え？甲子園と、小室さん。え？なんか忘れてません？もう黙ってましたけど。え？どうしたんすか？え？行きました？ほんまや。行ってないでしょ？ちょ、もう忘れてるやん。絶対忘れてる思って。なの、これ、今分かってへんやろ。ちょ、もう絶対忘れてるって。忘れてるって。川北甲子園も絶対忘れてる。忘れてて二人。あ、ただ俺もわかる。スケジュール調整が取れてないけど。歯だ、いつの頃そうや。僕、歯医者の先生大手、二、はい、人いらっしゃいました。よろしく。あ、はい、来てないですよ。電話。あ、いやいや。あ、いやいや。これはもう、河本さんが悪い。歯医者さん、社交辞令ね。そうそうそう。あの、ちょっと待って、なんで親知らず。親知らず。がね、はい、抜いて大変やんか、僕の知り合い、おやすらやつうまいよ、はいはい、プロフェッショナル。いや、電話番号教えて、二人に、はい、うん。じゃあ、行ってきますわ、ありがとう、って、うんうん。それからちょっとやって、はい、もしかしたら、一応フォローしとこうと思って、あ、もしもしって言って、ちょうど先生に思って、それで、いや、知らんな。あ、あの、次長課長の、
タンメンの、あの、そんな説明、いや、逆にやりかもしれません。あと、代わりで甲子園麻由子さんっていう。余計わかるわ。誰ですかってなるね、それは。何の話やちゃいますやん。そう、ほんで、まあ、もし連絡かったら、あ、でも多分、他のところで抜いたんかな、うん。いや、抜いてないです、逆に言うと。申し訳ございません。逆に言うと、抜いてないところ、僕は治療中なんです、まず。そうなんですよね。まず、歯の治療中なんですよ。そう、だから、河本さんが悪いんですよ。いやいや、私はもう行きたくて行きたくてしょうがないんですけどね。めちゃくちゃやな。河本さんの治療中で、それに合わせて私は行けてないんで。はい、だから、俺が治療に行ければいいんですけど、まだ俺が本物のブリッジまだ入れてない。まあ、仮なんです、まだ。あ、そうなんですか。このブリッジを入れないと、抜けないんですよ。まあね、だから、それからもう本当に、マジで行きますよ、それもちろん。ちゃんと謝ってください。いや、いついつに行くと言ったら、ちゃんと。いや、もう絶対にそっちです。ちゃんと。私の分まで。本当に、歯医者さん並びにリーダー、本当に申し訳ありません。もう、あの、いやもう逆に、ええー、とこも3本抜きますわ、そう。そうしてください。い言いましたね。いや、行きますって。前ね、前。なんで前3本抜くから。本どこのやり方や謝罪、謝罪。入れ替えて。何と入れ替えるの、謝罪、謝罪。一回抜いて、一回抜いて、もう一回それを入れて。そうそうそう、謝罪抜いてやつを。痛いし、一回入れ抜いて、抜いて入れんのも痛いし、奥歯と入れ替えたらもう噛み合わせんし、どうすんのこれ。力強いね、前で。こっちのが前に出てくるし、前で力強く噛める。いらんわ、もう。まあでも、あれですよね、うん、す。そう言ってる自分も行かなきゃいけないんですけど、全然行けないですわ。走ってないです。逆にまだ行ったらダメでしょ。え？いいんですか？本番までに、走るまでに直しとかんとわかんないですか？走った後でしょ？でも。そう、走った後の方がいいんちゃう？こっちある途中行きますわ、走りながら。いや、無理やん。一回酔って。酔って。無理やわ。何されたんってなる、ゴールした時にパンパンにある。パンパンボコボコにされたかと思われるから。いやいやいや、ああ、よかった。いや、これは本当に行きますよ。はい、本当に。なんかこう、ちょっとなんか言うかなと思って、こう、ちょっと様子見てたんですけど、最初。いや、もう完全忘れてます、ね。絶対忘れてる。いや、忘れてるな、どころか。そう、でも一緒に行こうって言ってんのも、その社交辞令も鼻話でもいや、本当本当。私、本当にあなたに手握ってもらいますね。はーって言ってたやん、だってでも。本当に。今、はーって言ってた。いや、嘘やん。だって主役のやつがお芝居あるから、脱いだらあかんよ。そうですよ、ね、それが終わって。ってから、一段落したから、そしたら治療も終わりますよね。うん、終わるよ。うん、だから、もう、だからそれまでに、治療終わらせてくださいね。舞台終わってからのがいいわ、絶対。うん、絶対いい。舞台いつやったっけ？9月14日までです。むちゃむちゃあるやん。何人のせいにしてくれとんじゃん、この花垂れ子。なので、とりあえず、9月14日まで治療全部終えてください、ね。9一応までには終わりますよ、だから。わ、はい、かりました。なかなか痛くなってからないと、いかないですよね。歯医者さんで、まあ歯ぐき ね突き出すとか、そうそうそう、今のところ何もないのにいきなり抜くっていうのは怖いかもしれないですけど、ね、抜いてた方がいいから、もう行こうそれも、はい、うん、終わって早く、はい、わかりました。終わった、いやいや、そっちも終わって早く、じゃあ俺終わるし、わかりました。9月の14日までに終わってるし、確かにね、行きますね。あ、そうや、これちょっとあのリーダー、さっきのあのあれじゃないですけども、はい、ちょっと横断幕。皆さんね、うん、最初のメンバーの皆さんに書いていただいて、書いたよ。はい。んで、その番組で、ね、皆さんに、リスナーの皆さんにもメッセージお願いしますと。はい。この横断幕、今、このようになって、ちょっと見ていただいてよろしいですか。現在の横断幕が、リスナーの方からなんと、すごーい、あーすごい、あ、いっぱい、このリスナーの方の。はい。すごい。すごいないい感じですね。まだまだ書ききれてないんですけども、 いろんな方が、あ、ヒョロナガテ猫背から起きた、ヒョロナガテ猫背、本当だ、ちょっとリーダー、気になるのはあったら、皆さんも、僕が一歩踏み出したいとき、うん、いつもシゲ君が、シゲル君が背中を押してくれました。はあ、次は強い、シゲ君の、シゲル君の一歩、シゲル君の後押しでも、うん、できる、できるよ、よう、たくさん応援します。頑張ってください。これありがたいです ね、あ、ダイヤモンドルーシーからも来てますよ。あ、来てますね。え、あのダイヤモンドルーシーから、これ嘘でしょ。24時間来ないの、普段出さないっしょ。いや、で、出してるやん、結構。24時間マラソンとかけまして、ギターソロと解くその心はって、謎かけやった。どちらも感想ですよという。うまい。さすがダイヤモンド。もみあげさ大臣からも、安全第一、無理禁物、老犬失踪って。
あ、ちょっといいですね。いいですね。いいですね。これが、あの、リーダーが走ってる時に目に映りますから。冒険思想が。これだけじゃないですよ、リーダー。まだまだ、あの、そうですね、ありがとうございます。皆さん、リスナーの皆さん。募集してますね。まだ結構、空白の場所もあるんで。まだまだですよ。ちょっと一個一個が大きいかな。ダイヤモンドルーシとか、もうちょっとちっちゃい方がいいんじゃないかな。ね。画が強いのかな。なぜあんなに大きくした？もう他書かれへんよ。スペースなくなるよ。まだまだ募集いたしましょう。はい、はい、お願いします。宛先の方いきます。やるもくアットマーク mbs1179.com やるもくアットマーク mbs1179.com までよろしくお願いいたします。さあ、それではここで一曲お聴きください。現在発売中の TOKIO20 周年記念アルバム、はい、ハートより TOKIO のナンバーでリリック。さあ、はい、今回ちょっと小島子ちゃんが急遽お休みというようなことでございまして、いつもだとそのなんかもう誰かの代わりに誰かみたいな感じでやってます、はい、小島子ちゃんの場合に関してはあんまりなかったですよね。いや、ないですね、はいはい、今回小島子ちゃん急遽お休みでございますので、はい、なんと来ていただきましたゲストの方が、あら、小島子ちゃんに代わるゲストの方ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。自己紹介どうぞ。はい、はじめまして、 AKB48 チーム4の向井智美音です。よろしくお願いします。お願いいたします。向井智美音ちゃん、はい、そうです、向井智です。本名？本名です。向井智っていう名字なんや。はい、珍しい。そうやな、一個多いもんな、智、うん、が。そうですね。まあ、向井でええやんみたいな。よく向井智美音って言われます。今思ったね。俺さっきから思ってた。え、AKB はいつからやってるの？ AKB は1年とちょっとぐらいです。まだ入ったばっかりなんです。あ、そうなんや。だから小島子ちゃんよりも後輩なの？そうです。一個後輩で。小島子さんは多分2年ぐらい。やってはんの？ 2 年目ぐらいなので。はい。え、みおんちゃんはいくつなんですか？私は16歳で。同い年です、でも、まこさんと。うわ。その割には、ちょっと落ち着いてる。なんかね、そうですか？小島子よりも落ち着いてるで、でも。トーンが出る。トーンがね。いやいや。全然見た目すごい幼いって。言われます、私は。ああ、そうや、ね、うん、見た目はまあそうやけど、でもちょっと声のトーンとか。ついてますか？うん。いや、あの、目つぶってこう声だけ聞いてると、すごくお姉さんな感じ。あ、そうですよね。ずいぶん川北甲子園の方が、幼く感じる。うん。何やろ。ってなんていう、イルカに近いような音出すじゃん。なんか変な。どういうこと？誰が？あの、甲子園。甲子園が。甲子園じゃないです。マユコです。甲子園。ほら、甲子園。お気に入ってる感じ。甲子園。ほらほらほら。ね、お気に行くこの感じが。冷めてるだけでしょ？誰に？違う、私たちに。この番組違いますよ。ゲストできていきなりも冷めてる。そう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 。え、なんでそんなオープニングで見切ったってこと？そんな言うのやめてあげてください。喋りにくい。ごめんなさい、すいません。ちょっと、あの、みおちゃん。はい。英語の授業始めますって言って。英語の授業始めます。あ、先生に聞こえるとかね。え、なんか、お気に行く感が先生トーンというかね。なんか、次の方どうぞってちょっと言ってみて。いいですね。次の方どうぞ。あ、ジョイさんね。ジョイサウンドみたいな。はい、ジョイサウンド。ジョイサウンドの別物ですけどね。残り20秒って言ってください。残り20秒。早く将棋ささんと。将棋のね。焦ってまうっていう。番が見えましたよ、番がね。次、止まりますって教えてみて。次、止まります。はい、いいですね。シエバス、トエバス。いいですね。何でも合うね。何でも合う、向井さん。向井さんって、あの、どちらですか、出身。埼玉です。向井市で？はい。お父さんお母さん埼玉ずっと。もう、東京とか。あ、そうなんですか。普通にその辺りで。噂によるとなんか和歌山県に向井市って人が多いらしいんですよ。へぇー。そうちゃうの、ほんならもうね。そうなんですかね。はい。読んで、和歌山から転勤して、お父さんが。昔。何代か遡れば。あ、何代か行ったらもうその。わかんないですけど。お墓どこにある？お墓です。和歌山にない？ないです、ないです。お墓埼玉です、多分。あ、それもう移動させたのかな、埼玉。もしかしたら。無理ですかね。お墓の移動があんのかな、やっぱり。お墓移動できる。誰が持っていくの？和歌山にいた時に、あって思ったことない？一回でも。一回でも、一秒でも、本当に一秒でも。とにかく何でもいい。和歌山ってちょっと、和歌山と思ったことある？一回でも。でも、和歌山って言ったことある？ちなみに、いや、和歌山ぐらいは言いますよね、さっき。富三郎とか。和歌山だから、それまた違う。みんな。違う和歌山富三郎出てくる。みんな。はい。ちょっと、かわいそう。そんな責めないであげて。じゃあ、責めてない。戸惑ってるから。向井地っていうのが和歌山って言うからさ。でも和歌山でいいよね。和とかかとか言ったことある。言ったことあるだろ、それ。あるあるかどうかだけ、一回だけでいい。あります。ほら、見てる。だから和歌山違います。埼玉って言ってますよね。
いやだって聞いたことないんだもん、向井一の。まあまあ珍しい、ね、そうですよ、ね、覚えやすいね、逆に。そうですね。本当ですか、うん、で AKB のチームチーム4です。チーム4って何？ A、K も B も4も8も全部あるんです、だから今は。へぇ、それの4ですから。どうですか AKB、 AKB、 うん、いやでもすごい楽しくて、うん、ちょっとさっきの和歌山の話に戻るんですけ ど、 どうした、あのチームごとにツアーを AKB がやってるんですけど、うん、チーム4は和歌山に行ったんですよ。和歌山じゃないかい、和歌山じゃないかい。そんな言い方ないでしょ。違います、埼玉です。だからもうそうやったから、もう今のうち白状しようと思って言ったん。いやね、もう白浜の出やないかい。嘘やろ。智弁やろ、智弁卒業やろ。智弁和歌山、智弁和歌山知らないから。智弁行ってるんやろ。そうか、それで行ったんや。リーダー誰ですか、チーム4の。峯岸さんです。峯岸みなみさん。ああ、ネギシミナミさん。そうなんや。あの、ダンス。そうですね。ゴーリガヤムちゃんのものです。そうです。パワフル元気っ子。そっかそっか。あ、どうですか、チーム内はもう、まとまってますか、チーム4の。まとまってます。みんな結構若い人ばっかりで。あ、そうな。結構高校生とかが多いんですよ。他のチームに比べると。若いからまとまらんと思って。逆にそうじゃん。もう、打ち合わせの時もキャッキャッキャ言うてとか。でも結構女子校みたいな感じで。俺らも知らんけど、キャ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 言うね。お菓子つまみながらキャキャキャ。してます、してます。結構ギスギスするんじゃないの。してないですよ。何何何、いやいや、なんか、いや女子がそんなにいっぱい集まったら、なんでそんな毒針みたいな、いつもチクッと刺す。まあ、その、派閥はね。そうそう、あるんじゃないかなと思って。そういう話面白くないですか。もうここだけでいいよ、だから、チーム4で。チーム 4? あいつ、ほんま、やっかいやな、小島子どうなん、小島子。マコさんはチーム K なんですけど、チーム K だから一緒にならへんな。そうですね。でも研究生の頃は一緒だったので、1年間ぐらいずっと公演を一緒に出させてもらったりしてます。どうですか、小島子ちゃんは。マコさんはですね、いや、すごい優しくて、常に笑顔なんですけど、ちょっと最近思ってることがあって。言うだけ言うだけ、ならら。いいね、いいね。なんか、いいね、いいね。最近、ちょっと高いものばっかり身につけてる気がする、やるよって。ついにか。いや、それはでもドリームでしょ。ブレ、なるほどね。ブランドものとか。いや、なんかバッグとか。嘘。いや、わかんないですけど、なんか1年前は普通な。可愛いらしい感じから、ちょっと大人になったんじゃないの。じゃこのアッパレのギャラちゃいますね。嘘でしょ。鳥肌立つわ、そのギャラ聞いて。俺自分のギャラ知ってるから、もう。それで、カバン変えれると思われへんもん、俺。言うとけど、ほんまに。ダメです、そういう。いや、藁で溢れてるよ、カバン持って。ダメです。坊主さんめっちゃ笑うてるけど、ほんまですよ、ほんまに。アプリケレブ。アプリケ。そういうこと言っちゃダメです。なんで、継ぎはぎやんか、俺ら。小島子だけ偉い持ってたら、どうぞショックやろ、そんな。わからんよ。ちょっと一回やってみたいですね、せーの、ドンっていうコーナー。やだやだやだ、絶対やだ。このラジオの一本絶対やだ、ね、やだやだやだ、や怖い、やですやです。私知らないんで、うん、何も。なんで給料制なんで。あ、そっか。あ、そうなん。へえ、なん何ぼ働いても、その逆も、いわゆる働かなくてもってことですね。保証があるってことよ。給料か。給料ね。さあ、いや、本当はな。小島子がね、パワーアップしたんやな。あららららあら、そうですね。小島子ちゃんにおごってもうたら、ほんなら。そうやん。え、あ、おごってもらうですか。もう、飯連れてってくださいよ、みたいな。ないの、そう、先輩後輩の。そういうのないの。いや、ある、いや、なくは、ん、おごってもらうとか。そうそう、だから、飯行きませんみたいな。ちょっと姉御肌が、ちょっと飯行こうや、みたいな。あとね、峯岸さんとかね。峯岸さん。あ、でも、ありますね。チームみんなで行こう、みたいな。え、その時、峯岸が出すん。いや、わかんないです。あ、もうわからないの。わからないってことは出してない、自分が出してないってことやね。でもそれは大人がやっぱ出すんじゃないですか。いや、そりゃそうでしょ。一緒に行っている大人が。そう、多分それはみんな守らなあかん人おるやん。コロさんが若手引き連れてバーって飲めやーってなった時に、やっぱりコロさん。あ、でもそれもやっぱ大人がやっぱり僕の周りにもいっぱい僕守ってくれる大人がいっぱいいるんで、あとは自分のギャグに飽きたらあかんで、そうですね。それで笑ってくれる谷町の方とか、それで社長、社長って言ってるからよく僕らは。何の話してんの。ええな、 AKB って大人が守ってくれるんやから。な、これからもうほぼ出すことないよな、飯。そうなんですかね。そりゃそうじゃ。そうですね。まあたまにプライベートで行くときに妹分っていうんですか、
に早くこうおごってあげれるようにこう頑張るみたいなことじゃないですかね。なんかメンバー同士でご飯行くときはなんか1000円台は出して、うん、なんか細かい何円とかだけ先輩が出してくれるみたいなのいい、ね、たまにありますし、ね、そうかわいい感じで、かわいいかわいい、すごい優しいです。あ、よかったよかった。じゃあギクシャクはないんですね。じゃないです。もしあったら言ってくださいよ。あとで別で撮ってみて、ここやりにくかったら、あ、別のところで、はい、はい、別のところで撮ってみて。わかりましたって、あるってことでないですよ。あるってことなんだね。いろいろありますね。あの、なんていうの、甲子園がやってるあのインフォメーション、インフォメーション、 CM 撮りみたいな、慣、うん、れ撮りみたいな感じで、あそこで流すの。流しちゃダメでしょ。だから私がギクシャクする人はっていうので、これぐらいのトーン。じゃあ P 入れてあげるよ、 P。 なんで言わそうとしてるの、ほんまに。いや、だからいるってことで、いないですよ。いないよね。いないです、ね、いろいろありますね。これからちょっといろいろいっぱいコーナーあるからね、はい、一緒に盛り上がってくださいね。よろしくお願いします。さあ、それでは参りましょう、アッパレデイズのコーナさあ、このコーナーはリスナーの方が周りで起こった出来事や友人、知人、家族とのエピソードで、これはアッパレだというのをメールで送ってもらうコーナーでございます。紹介したメールのアッパレでワイでポイント差し上げます。アッパレポイント貯まりましたら番組特製オリジナルグッズプレゼントいたします。はい、アッパレポイントは0から3までありますから。もう、向井ちゃん。はい。1人3つですか、うん、うん。向井ちゃんどう思うってなった時に0から3まででつけていただいてもいいですし。なるほどです。はい。なんでちょっと今からリスナーのやつ読みますね。はい。あっぱれだと思ったら言ってください。はい。行きましょう。佐賀県ペンネーム、バルタン、マユ男。ヤルモクの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい。突然ですが、皆さんは釣りに行ったりしますか？今回はこの前行った釣りで家族にあっぱれを感じました。うん、この前、海釣りに家族4人で行きました。うん、朝早く出て夕方まで1日釣りをしていました、うん。釣り始めてから1時間ぐらいするとアジが大量に釣れ出しました。うん、投げたらすぐにかかるんです。うん、釣りを終えてみるとクーラーボックスにはアジだらけ、うん、家に帰って数えてみるとなんと164匹、問題はここからなんです。そうね、誰がこれをさばくのか。え、そこ。あ、そこ。確かに父と兄は魚をさばけないので、僕と母で半分ずつさばくことにしました。82匹さばいた後の手は完全にふやけていて、腰も痛くて大変でした、それから3日間、食事のおかずはアジの南蛮漬けでした、どうですか、164匹釣った家族、それをさばいた僕と母にあっぱれ。ああ、そうですね。なんかアジ、あの、手ハートフルですね。ふやけないのは、あのゴムの分厚い手袋あるじゃないですか、はいはい、あれでやると良かったんですけどね。あ、なるほど、うん、茶色っぽいやつ。でもあれでやると感覚鈍くなったりしないんですか、うん、ね、あ、でもそれは慣れてたら、あ、まあそれ 100匹超えたら、まず164釣ってますよ、ね、多分ね、もう80匹ぐらいさばいてるとだんだん上手くなりますよ。もうこれはコツは掴むよね。掴むと思うんですよね、うん、ほぼ業者、すごいですよ、業者ですよこれ。じゃあ問題は釣る方よ。164ですよ。釣れるもんなの、うん、4人でですから。え、1人40匹41匹、うん、いや、朝から夕方までとしても、そうですよ、朝から夕方そんな釣れる。しかも釣り始めてからもうやめへんって言わん、途中で。いや、投げればかかるほどですから、もういつやめてか分からない。もう投げんな投げんなって ならまあ164、ちっちゃい船やったらね、もう足の踏み場なくなっちゃいますよね。そうですよね。どうなんですかね。しかも釣り始めの1時間ぐらいしたらもう大量に釣れてますから、相当、写真はないんですかねこれ。何言うてんの。もうクレームを出すな。ほんまの話やね。だって100何匹釣れたら写真1枚ぐらい。じゃあもし160何匹家に、うん、家帰ったらアジがドーンあったらどうします？めっちゃ引くわ俺。めちゃめちゃ引く。一回手でこうわさっと避けますよね。160なんてなったらもうちょっとリビングとか台に、一回わさっと避けるよね。そうなってるやん。避けてからじゃないとご飯置けないんじゃないの。ミオちゃん、テーブルに置くの。ミオちゃんどうする？家にあったらですか？164、ただいまって開けたらもう164あったらどうする？え、
一回ドア閉めます。そうやな、絶対そうやろ。自分の家じゃないないなって思います。そのドアで向こうに押すよね。味をあんぱんすぎんねさっきから表現が。すごいですね、リビングパンパンなってんね。いやでもよう釣れましたね。これはあっぱれじゃないですか。しかも3日間食事アジの南蛮漬け食べてるし。いやそんなに釣ったことないよ。82匹もさばいてる。10匹よ1日大体、まあね、釣れても。でもお父さんがちょっとさばけないでね。女子はどうなんですか、魚とかさばけるんですか。あ、本当ですよ。だからいや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 、兄と親父はさばけずに、ね、自分がさばいてますから。この人自身が男の子はさばけんの、アジ。え、絶対無理だろ。さばけるんですか。ある写真。写真、さばいた写真。いやないです。ないやんほら。でも164匹釣ったら写真撮りますって、うんうん、まあそこは疑わないから。普通はな、普通はね、普通はね、うん、生で触れるのかって、魚釣ってすぐ触れる。私よく家族、よく家族でっていうか家族でピラニア釣ったりしてましたよ、うん、ピラニア、ピラニア、アメリカで。いや、ブラジルで。どうやって釣るの、わざわざ行って。ブラジル、あの、よく家族旅行してるんですけど。ブラジルが家族旅行先？違います違います、毎年違うところに行くんですけど。ブラジル、ブラジルに行った時にピラニア釣りました。はい、なんかそういうツアーがあるんですけど。歯で手ぐす切れそうですよね。そうですね。どうなんそれも外してたん、自分で。ピラニア。お父さんが外してて、で、お父さん噛まれました。いやいや、それは噛むんだから。違う、なんか、ちゃんと、なんか、掴めば、掴み方があるんですけど。ピラニアの。そうです、そうです。だったら全然噛まれないんですけど、なんか、ダディがなんかすごい調子乗って油断してたら、バクっていかれました。あら。自分で、魚を掴めますかと言って。そういう質問からの、ツアーの話になりましたが、掴める。掴める。みおちゃんは掴めないです。お魚掴まれへんの。掴んだことないです。その釣りに行ったことないから。料理は、料理はできへんか、まだ。いや、ちょっとお手伝いとかはしますけど、まあ、16やもんな。スーパーのお魚触れますか。ああ、売ってあるやつ。スーパーの一桁台の子に喋ってるんじゃないんですから。いやでもね、いや、まあ、ね、本当に知らない子がスーパーで売ってるサバを見て、はい、これで泳いでるって言ったぐらいですから。今そうみたいですね。魚を見たことないんですよ、本当に。あの切り身が動いてると思ってるんですよ。ハモとかあるじゃないですか。はい、夏のね、はい。あれの丸々見たら多分びっくりする方多いんじゃないですか。そうですよね、うん、あの花の開いたような状態のハモ、ね、の指切りとかさ、うん、梅のソースが乗ってるハモみたいな、うん、脳みそみたいな、うん、脳みそみたいでしょ、まず、うん、白子というか白子みたいなとかね、まあ、白い感じのハモ見たことある。ないだろ。ないです。ハモもない。そのハモの梅を乗せてっていうのを食べへんって。でも考えたら10年の時ハモ食べたことある。食べない、食べないでしょ。でも30過ぎてから僕食べますもん、うん、でもあのハモがあんな形、ね、ちょっとまあ黒い形してるハモやと思えん。でも私ハモ見たことないかも。実物食べたことしかないかも。ああ、だからびっくりする。見たらこんなのからこれなんみたいな。そう言ってたアジそんな大したことないっていう。やめてください。やめてくださいよ、そんな。いやいや、もう164ですごいんですから。164すごいですよ。82匹さばいてどうですかこれ。あっぱれ。ちょっとみおちゃん行きましょう。じゃあ、決めていいよ。あっぱれ行きますか、うん、まあ記念すべき私の初めてのあっぱれなので、うん、3で。あら、優しい。いただきました。3あっぱれ、うん、あっぱれ、うん、これどうやって食べます。南蛮漬け、あとは干物ですかね。あ、天ぷらでしょ、うん、いや干物だろう大概。アジフライとかね。アジフライか、うん、フライもでもね、もう言うても刺身とフライとでしても飽きるよ。あとはフードプロセッサーにバー入れてミンチ状にしてちょっと固めてつみれで冷凍しとくんですよ。あ、だったらなんかこうだから保存ですよね。もうこうなったらね。だから冷凍か干物。164匹を3日間で食べれるんですね。食べてないのよ、うん、書いてないから。そんなことは多分冷凍でしょうね。汲み取れよ、うん、それから3日間全部食べたって言ってないんだよ。3日間の食事は南蛮漬けだったっていう話です。睨まれても仕方ないんですね。こんな調子でいきますね、はい、では続きましていきましょう、はい、愛媛県。あ、これリーダーの横断幕にもメッセージお寄せいただいた方ですね。はい、ひょろ長亭猫背。 ありがとう、うん、リーダー井上さん、はい、甲本さん、はい、女版出川さん、はい、みおんちゃんこんばんは。こんばんは。今回は僕の身に本当に起こった恐怖体験を聞いてください。うん、え、やだ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 。出川さんやな、ほんまに。
何お前どこで出してんの。似てくんねんな、やっぱりな。やばいよやばいよじゃないよ。ダメ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 、まずい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 ってやつ。お前しまいにも絶対こうやってやる。中指でそれね、もうダメだよ本当、うん、井上くんさ本当まずいよ、うん、チェンも言ってよ。内村さんのことチェンって言うけど、いやでも一番最初にリアクションするって偉いですね。確かに、そうですね、必要ですね。ほんまに出川さんみたいなって今回は僕の身に起こった本当の恐怖体験を聞いてください。いや怖い感じやめて。都合上毎朝早起きしなければいけないので、はい、夜10時には寝ているんです。早い、はい、僕はいつも通り、床に着いたのですが、その日は蒸し暑くてやめてなかなか寝られませんでした。汗もつーっと垂れてくる。やだな、寝たいな、変だなと思いながらも0時にはなんとか眠れたんです。ところが深夜1時シーンと静まり返る寝室で突然、サザエでございますと大きな声が聞こえたんです。わっと飛び起きて隣を見ると妻が寝ていた。僕はおかしいな、変だな、どうしてかな、寝てるのになと思いながらも早起きしなければいけないという焦りとイライラもあり、なんやねんなもうと問いかけたんです。すると寝ぼけながら一言、サザエさんが飛び出してきたからと、わけのわからないことをつぶやいた彼女は、そのまま朝まで死んだように眠っていました。こんな恐怖体験は初めてです。皆さんこんな妻はあっぱれでしょうか、どうでしょうか、それとも別の何かでしょうか。それは どういうジャンルなんやろね。怖いっていうか、いやいいな、何が怖いというか、でも怖いのよくあった小さい時。いやうまいな、河本さんうまいな。やだなやだなあれ。みよんちゃん勉強になるよこのラジオ。なりますね、同じお便りこれ僕読んだらこんなならない。河本さんやから今の空気感出せた、何の話なんだ。深夜1時深夜あそこ巻くとこね。深夜1時深夜あそこね、解説すると恥ずかしいね。テンポ稲川先生です。稲川先生がよくやる、いやよくやるパターンですからね。やってますもんね。いやこれはちょっと怖いでしょ。まあまあ結婚してないからねお二人あれですけど、パパとかママとかが急に、ああった？なんかお兄ちゃんとかお姉ちゃんとか、前子もそうなんですけど、寝言が多いの。起きるの。あ、動いたりもする。あ、だから、それなんじゃ、無遊病ですか。ああ、なんでしょう。なんか小さい時よくしてましたね。だからお兄ちゃんなんか寝てる間に立ってどっか行っちゃったりもするんでね。そうですそうです。起きてなんかずっとその時すごいハマってた番組があったんですけど、起きてその番組の名前シャウトして、シャウトして、でどっか行くかなと思ったらテレビのとこ行ってテレビずっと、ああなるほど。つけて消してつけて消してってやって、何せんの何せんのって喋りかけても何も返ってこなくて、そのままベッドの中入って寝てました。はあ、自分ではなんかテレビをもうそれ見たってしゃあないんかな。でも消したりしてるもんね。ああ、そうか。何か夢ともうわけわからなってねえけどな。ありますか、みよんちゃん。あの、パパママから、あなた寝言多いわよみたいなこと言われたこと。それか聞いたこととか。自分のことだか覚えてないんですけど。ママかパパから言われたことある？なんか私が、なんかお父さんが仕事から夜遅く帰ってきたら、なんかもう寝てるはずなのに、玄関の前で体育座りしてたって言ってました。怖い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 。誰が？私が。超怖い、ね。何してんの？何してるんですかね。え、それ超嫌だ。怖い。でも自分の話だか覚えてないです。友達の話かもしれない。へぇ、友達の話思い出しましたけど、これ結構怖いなと思ったのが、なんかカップルの話なんですけど、なんかその、まあ、彼の方が夜中、なんか何やろってふっと目開け、なんか聞こえるんですって、はい、耳持って、はい、なんか言ってるな、でもパッと目覚めてないけど、目開ける前に何言ってるのかなって聞いたらしいんですよ先に。その彼女が耳元で枕ですよ、はい、私だあれ私だあれ、なんだほんまに怖いやつよ、なんでよ。違う要はその寝言で他の女の名前を引き出そうとしてる。引き出そうとしてる。うわ、怖っ。ほんで。めっちゃゾッとした今。それ聞いて、お前、怖いな、それって言って。あで、ニコの。ちゃんとその彼女の名前を言って、何言ってたお前、こんな夜中に起こすなよ。って寝たらしいんですけど。その人言えたんですか？目覚めてたんで。クリア。目覚めてたんで。なんかパッと、その私だあれは本当の寝言じゃなかったってこと？彼女が横で、いやいや彼女が横で誘導浮気してんのちゃうやろな思って、わざと言ってたってことですか？
違う名前が出てきたら、浮気してるってことどういうことよって言おうと思ったらしいっていう。怖い。女の人しか考えつかないですよね、そんなこと。コムさん、気をつけた方がいいですよ、ね。でもそれその手いいですね。将来もし、ね、お前それあかんって、そんな人がもし出てきて、これあかんよ。それあかん、それはあかんか。怪しかったら私やってみよう。いやそれそれあかんって。じゃあ寝てるふりして私誰私誰とか言ってみよう。え自分が寝てんの？えどういうこと？あなた起きてなきゃ。寝たふりしてるんですよ。まあせんでも別にまあこう耳元で私誰誰って言い続けたら言うかもしれんよ。だってわかんないけど。逆に言われたりして見え俺誰や俺誰やって怖い怖い怖いさあなるほどじゃあこれすごいそれすごい、ね、これどうしますか河本さんされたらいろんな人の名前出てきちゃいますよねいやその前に一緒に寝れてないね、うん、そこ言うな俺言うてるかもしれないけど聞こえてないわ遠いねもうそういうもう頼むわなあ私誰ぐらいの距離やろ遠いわなあもう起きてるやんそれで俺が間違えて言ってたらもう俺らバカカップルやんどうしますリーダーこれは東方法あっぱれ別の何かなんかそのサザエでございますっていうなんかすごいですねちょっとインピンちょっとサザエさんが飛び出してきたからみたいな、ね、まあ寝言ですけどねうんまあでもこれはちょっと徒歩な感じですねあいただけますかじゃあ黒中手にいきますはい三徒歩で三徒歩いただきましたはいそうかこれその徒歩の場合はないですね今度かなって待ったんやけどね私も待ってましたあっぱれを待ってました取ってつけたやつなんですいませんないです、はい岩手県ペンネームしょうまこちゃんあっぱれ木曜日の皆さん、こんばんは。こんばんは。僕は家から大学まで15分くらいの距離を歩いて登校しているのですが、その時は必ず音楽を聴きながら歩いています。わ、うん、かるわかる。先日いつも通り音楽プレイヤーを起動させまして、うん、イヤホンを耳につけて歩き始めたのですが、はい、まず何の曲から聴き始めようか迷ってしまいました。はいはい、迷って迷って迷い続けた結果、何も聞かずに大学に着いてしまいました。うんうんうん、ここまで音楽の曲順にこだわる僕に。ミュージックポイントをくださいというやつでもうみんななんか MP ねいやいやないですないですMP っていうのそれないですないですミュージックポイントのマジックポイントマジックポイントじゃないですドラクエみたいなって、ね、どうですかこれこういうことありますかあるあるって言ってましたけどあいやなんかそのどっかに行くとき中に音楽よく聞いたりしますけど、うん、まやこは決まんないとき普通にシャッフルをして、うん、あそっか今なんか適当にかかれるシャッフルでも聞きたいんや、ね、そっかシャッフルで流していやこれちょっと違うなと思ったらシャッフルの中で探しますどんどん、ね、いやそれがもう嫌なのよねシャッフルやったときに限りあんまり聞きたくない曲が来ないっすかいやでも違うでもそのシャッフルやったときにもうこれだっていう曲がかかったときの気持ちよさが半端じゃないへえっていうかそんな曲ばっかりを入れてるんじゃないのね普通まあねベストに自分の自分の中でも妥協点あでもあれがあるんじゃない感情のなんていうの、ね、この感じのときに、うんちょっと落ち着いて聞きたいときに好きな歌の一曲がすごい好きだけどアルバム全部入ってる、うん、ああ読み込ませるからねあ重たくなるやつねミュージャーどうなの、はい、そういう曲とか私もでもシャッフルして聞く派です何聞くん私 AKB しか聞かないんですよ、天才本物コメント天才来たここに来てここで小島が未来の島田理恵さん小島がやったら絶対言うてますよ、うん、AKB が未来の島田理恵さんいやいやいや確定5人の頃のモームスーとか古いなほんで未来の島田理恵さんならへんねんコメントの神様やけど、ね、AKB もでも結構700曲ぐらい多分あるんですよそんなにあんのあるかいや本当にあるんですよえ嘘でしょ本当に700か分かんないですけど結構もうめっちゃあって、うん、そんなにあんのじゃあ俺たちが普通にテレビとかで街とかで聴いてる曲なんかもう氷山の一角に過ぎないのめっちゃ一角ですじゃあちょっと待って一番で終わりの曲とかもあんのじゃあ一番で終わり一番で終わっちゃうとか2番3番じゃなくて1番で終わりとかサビで、うん、A メロ B メロで終わる曲とかないですじゃあちゃんとしてんのフルサイズ全部フルサイズ全部フルサイズで700もあんの多分700あるんですけどそれ全部秋元さんが書いてるんですかいやうちらで20年やって300ないぐらい700あるの20年で300ちょっと持ってますかね私、うん、いや70ぐらいだと思うよいや全それは今調べてもらってるんでえやばい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 、ね、あれでだってほらチーム
4とか8とかもあるでしょ。チーム A、K、B、4、8もある。4、8もある。SKE さん、NMB さんとかも全部入れて。全部や。あの、ノースリーブスさんとか。いや、ほんまや。女性ユニットとかも全部入れたら、本当にいっぱいあって。ほんまにあるわ。本当に。ディーバとかも。あ、そうです、そうです。ね。はい。そうや。だから iPod に、さすがに全部は入ってないですけど。SDN もそうやもんね。あ、入ってます。そうだ。400ぐらいは。全部 AKB の曲が入ってるので。NGK もそうでしたっけ？いや、違う、ナンバーグランドカラス。SK2 は違うわ。桃井香織。危ないわ。気抜けたら、あっ、ってなってたところで、ほんまに。気抜かんでよかった。だから。AGF もあるよ。いや、こういうギフトやで。ちょっとやめても、それで、わけわかんない。喜んでる、喜んでる。やっと笑ってくれた。お前が冷静なんだ。やっと笑ってくれた。嫁はんか、お前。喜んでる、喜んでる。お前ら、ボンの、ボンによう見る夫婦やな。またいとこ喜んでるよ、嫁のツッコミみたいな。ええー、いや、でもそれは、ね、ありますわ。そっか。そう考えたら。だって、そいのメンバーだけでも、アルバム出してるんですよ。確かに。そうですな、別で。すごいね。渡り廊下走りたい。もう、ユニット。それもいや、それも全部で。全部。え、それ、なんなの？後ろ指支え組みたいなもん。後ろ指引かれたいとか。はい。の、あの、僕らの時代のおにゃんこ系列のやつでもありましたけど、それの、まあ、やった進化版ですから、ね、新たに。っていうか、前のやつを、カバーして出せばいいんじゃないの、ね、って俺は思うねんな。いい歌いっぱいあるし。でも、セーラー服とかの歌は歌わないよね、そういうのは。歌わないです。でも、渡り廊下走りたいさんがバレンタインキッスをシングルで出したりは。あ、やってるんや。やったことはあります、ね。なるほどな。国章さんのやつを、はい。で、ライブにも出てくれたりとかしてんの、国章さんとか。わからないです。でも、それ走りたいはもう解散したよね。そうですね、この間解散しちゃいました。なんで何体があるの他に。いや、限定だったんじゃないのじゃなくて。いや、結構でもメンバーさんが卒業、まあ、AKB 自体を卒業しちゃったりして、っていうのがありますね。地方でね、行っちゃったりとかで。うん、すごいな。はあ、でも AKB だけじゃ飽きないの？いや、もう、ありすぎて。でも曲調がでも。そう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 。全然違うよね、曲調。じゃあ曲調も違うけど、なんかさ、女の人、以外の声が聞きたい時も、男性ボーカルもね。男性はないの？歌詞は？一人も入ってない。あ、すごい。エルトン・ジョンとか入ってないの？フルですか？エルトン・ジョンとか知らないでしょ。入ってないの？入ってない。G.I. ジョーとか入ってないの？むしろ入らんでしょ。入らない。G.I. ジョー。曲の中に載せるならわかりますよ。足も固定でしょ。ね、固定。へえ、すごい。あと入ってるとしたらアニメソングとか。本当に16歳のアニメは何ですか？何が流行ってるの？妖怪ウォッチとか？ああ、でも結構それメンバーさんで歌ってる人いますけど、私はラブライブっていうアニメが好き。ラブライブ。ラブライブ。あ、知ってる知ってる。すごい人気なのよ。ああ、そうです。いや、絶対知らない。少女コミックですか？いや、なんか。少女フレンド。え？少女フレンド。何のジャンルなんですか？何やろな。アニメなんですか？少女系。アニメ。セーラームーンですか？系列で言うと。まあでもそういう感じのタイプですかね。なんかそう、育成みたいなことでしょ？ああ、そうです。アイドルになるために頑張るみたいな女の子たちの話。それもアイドルの話。あ、そうです。ほんま、ネッカアイドル、ほんま好きなんやな。好きですね。ほんで、慣れてよかったな。よかったです。もう慣れたのに、ラブライブとかも好きなんや。それも、なんか、面白いんやね。メンバーで流行ってて、ラブライブが、やっぱり。いくつまで AKB やっていたアイドル。ああ、なるほど。あるんすかね。卒業、考えたことないですけど。じゃあ、この、今のお便り、ミュージックポイントはどうしたらいい？ミュージックポイント考えるとしたら。どういうお便りでしたっけ？聞いてますよって。ずっと選曲してたらついちゃいました、みたいなことですね。じゃあ、まあ、AKB の曲を、ぜひ全部入れていただいて、全部聞いていただけたら嬉しいなってことで、にあっぱれぐらいで。あっぱれ、ミュージックポイントをもう飛び越して。もういただきましょう。にあっぱれポイントでございます。あっぱれ！ちょっとあんまりあれがわからないんです、基準が。基準がね、いいんだ。大丈夫、今までやってきて、私たちもわかんないから。誰もわかんないから。誰が一番わかったんやね、俺なんかポイントつけたことないんだから。続きましてペンネームダイキング43、こんばんは。はい、自分は最近このラジオを聞き始めました。あ、ありがとう。とても面白いです。はい、あ、ありがとう。面白いので友達にもとても聞いてもらいたくて宣伝しています。あ、ありがとう。このラジオを宣伝している自分に
ヤルモク宣伝部長を任命してください。それがダメならあっぱれください。よろしくお願いします。いい取引、ネゴシ、ね、ネゴシエーターですか。ネゴシエーター。さあ、あっぱれあげましょう。あ、いただきました。宣伝部長じゃないの。宣伝部長。さあ、あっぱれでいいですか。宣伝部長はね、ちょっと難しい。ちょっとまだね、もうちょっとね、情報をし。そうね、うちには部長はいらないかな、うん、次長と課長がいるからね。あっぱれ。今日なんでたまにシーンと耳キーンじゃないの、ちょっとやめてくれ、ちょっとシーンとなるの、ちょっとね、こいつ間が怖いタイプなんで無駄に喋りますよ、そういう感じの時こうなると耳鳴りするんですよ、俺シーンとするとじゃあこれは3アッパレでよろしいでしょうか。はい、3アッパレで、あ、いただきました、3アッパレ、あっぱれいただきました。何人に紹介したのかな。あ、ほんまですね、うん、もっともっとだからね、自分で1人につき1アッパレでもよかったよね、こうなったら。あ、今とこ1人じゃないかな、でも、うん、じゃあ1アッパレだなこういう感じでコーナーをやっていきます。ゆるよろしくお願いします、はい、お願いいたします。ありがとうございました。さあ、20ポイントで番組特製手書きステッカー、100ポイントで特製手書きスタンプをプレゼントいたしますので、じゃんじゃん募集しておりますので送ってきてください。そして皆さんの失敗談を紹介するトホホデイズも募集します。じゃんじゃん送ってください。宛先、やるもくアットマーク mbs1179.com、 やるもくアットマーク mbs1179.com までよろしくお願いします。以上、アッパレデイズのコーナーでした。ではここで一曲参りましょう。バンプオフチキンで You are here。アッパレリサーチ、ダウトを探せ。さあ、このコーナーはパーソナリティ同士の知られざる情報を探っていくコーナーでございますけども、テーマに沿って皆さんからのエピソードを順番に語っていただきますが、一人だけ嘘のエピソードを語ってもらいます、うん、皆さんは全員のエピソードが聞き終わった後に誰がダウトか全員で一人予想をしてください、はい、嘘がバレてしまったらお仕置きとして番組の最後に大爆笑の575よろしくお願いいたします、はい、みおちゃん初めてでございますからね、はい、まあ皆さんでエピソードを言ってって、はい、嘘がバレないように、ね、やればいいんです。一人だけ嘘が、嘘をついてる人いますから。はい。はい、その人を当てる。プラス、もし自分がなってしまったらもう、皆さんいかに騙せますかっていう。絶対苦手。本当？騙せない？騙せないです。まあ正直もんだもんね。五七五はわかるかな。五七五はわかります。ちょっともうね、ちょっとドキドキしてますよね、緊張する。じゃあせっかくなんで、これはもうみおちゃんから聞いてもらえますか。はい。そうですね。引っ叩きますか、これっぽいね、引っ叩いちゃいますよ、そんなこと言ったら。何も言わないいきますよ、皆さんで一斉に見ましょう、せーので、トロン、はい、さあ見終わったら皆様自分の手元に置いて、はい、うん、さあ、はい、そして今から皆様に一人ずつ喋っていただくテーマの方を発表して、何でしょう、テーマこちら、最近恥ずかしかったことは何ですか。はい、最近ですか、はい、最近にあった、いつまでが最近なんでしょうか。まあ、もう自分のその差し加減でいいですよ、まあまあ、始まりましたね、まあ、東京って移動が多いグループなんですよ、ロケとか、はい、コンサートも地方とかよく行くんで、この間羽田で、まあ、地方行くときに、で、何、入り口の何番ゲートみたいなのあるじゃないですか、よく。はいはいはい。こっち、ね、5番屋と、うん、なんか北海道とか、はいはいはい、21番と、はい。で、まあ、たまたまファンの子がなんかこういらっしゃって、で、ああ、すごい熱心やなと思いながら、うん、で、40番ってチケットに書いてあったんですよ、はいはいはい、その入り口っていうか、そのゲート、はい、ゲートが。で、ずっと行って、はい、あれ、他のメンバーおらんな、スタッフも来えへんな、どうしたんやろ。で40番の方行ったら全然違う飛行機なんですよ、行き先が。ほう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 。えっと思ったらポンポンって肩叩かれて、そのファンの方に、はい、違いますよ場所、ほうほうほう、パッと見て 4D ってあの席のあーと思って、ほんで慌ててそのほんまのゲート見たら全然違くて、7番とかで、うん、それはありそう、あの検査あるじゃないですか、こうチェックの、はい、ありますね、ピーってなる、はいはい、あそこ通った目の前があ、もうその場所だったんですよ。そのメンバーとかさ、そこ行って、僕はなんかトイレでも行くんやろと思ったらしいんですよ。ずーっと延々端まで行って、おかしいなーって言って、ポンポン違いますよ。いや、でも恥ずかしいから、いや、知ってるよ、そんな。
っていうような顔して、わざとこの逆の端まで行って、なんかちょっと、あ、ええー、の打ってへんなって顔して乗ったっていう。めっちゃ恥ずかしかったんですよ、それ。あの、一番恥ずかしいの、知ってるよ。で、端まで行く自分がすごいね、40過ぎて何してんやろ、こういう。ちょっとそろそろ来てるんじゃないですか、リーダー。もう、あの、お眼鏡の方が必要になりますね。40と40。40と40を間違えた。もう、老眼。ああ、どうでしょう。あらららら。どうかな。これどうでしょうね。嘘かね。じゃあ次は誰が行きますか。あ、僕すぐ終わるんで。あ、井上さん行きましょうか。はい。渋谷の、はあ、今で髪切ってもらってるんですけど、ついこの間ですよ。そこの、なんかマンションの上の方に、うん、マンションというか、なんか大きい建物の上の方に、一室がもうお店みたいな、はいはいはい、うん。まあなるほど。まあありますよね。で、そこで、1階でエレベーター、うん、まあポンと押して待ってたら、はい、まあエレベーター2つあるんですけど、はい、右が偶数階、左が奇数階。ありますね、そういうエレベーター。ありますね。はい、ありますね。で、おばあちゃんが来たんですよ。で、僕優しさで、はあ、どうぞどうぞって偶数階の方、はいはい、開けてたら、私こっちです言って奇数回やんわり、やんわり、ね、やんわり恥ずかしかったっていう話、ね、あ、はい、そういうの、はい、そういうの分かるわ、その優しさが恥ずかしさになるっていうのが嫌ですね。そうですかって言って、まあいろいろパターン、そのパターンありますよ ね、うん、ね、優しさでおじいちゃんおばあちゃんに荷物持とうとしたら、ね、そうそうそう、もうここなんですよ、うん、あ、そう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 、なんか、うん、あの電車の時に、うん、あ、言わなきゃ言わなきゃ、あ、言おうと思った時に、あ、もう降りますみたいな、席変わりましょうかって言ったら、うん、いや、もう次なんで、うん、分かる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 、断られるパターンね、そう、うん、いや、でもどうしても立ったしみたいな、うんうんうん、みたいなありますけどもね、私こっちですって言われましたね。行きますか、どうしますか、はい、最近あった恥ずかしいこと、うん、ついこの間、お、雨の時に、うん、雨、はい、はい、地面が濡れてて、うんうん、滑って恥ずかしかったなっていう話です、うん、まあまあまあ、そういうことなんですか、あるだろう、あるだろうね、はい、それはもう何してんねんみたいな、鼻から暗いか、トーンが暗いか、もっと恥ずかしめにおたんかなと思ったら、まあそういうのある、女の子で特につるんって言ったら恥ずかしいですよね、見られてるしね、でも私つるんって一人で言って笑うタイプです、一人で、わあ、みんなを引かすタイプね、周りの人が、ね、違う、なんか普通に滑ってなんか何もなかったかのように歩く人が嫌いだから、あれ恥ずかしいですよね、そうだからリアクション取らない、じゃあだから麻也子一人で滑って、あはーみたいな感じ、今の見たって感じ、誰に言ってんの、麻也子滑ったんだけどみたいな感じで、知らない人によく喋りかけます、知らない人、そうそう、今のやばくないみたいな、対処法としては逆に言うてあげる方がええんや、そうそうそう、そしたらみんなも、あ、笑っていいんだっていう、ロケのラジオヤジウマが、あ、確かにね、来る前に振ってしまうっていうパターンね、あのパターンね、そうそうそう、なるほど、使いますよ、ぜひ、確かに、どうすか、じゃあ私話しますね、うん、あの最近、うん、あのコンサートのリハーサルを毎日やってるんですけど、うんうん、なんかある日、うん、何々の曲に出る人来てくださいって言われて、なんか聞き取れなくて、うん、でももし自分の出る曲だったらどうしようと思って、うん、とりあえず行ってみたんですよ、うん、で行ったらなんか知ってる顔というか、なんかそれっぽいなと思って、あ、私だったんだ、よかったと思っていて、うんうん、でふとしばらくして周り見たら、周りが渡辺真由さんとか柏木さんとか、なんかもう指原さんとか、そういう方ばっかりいて、神セブンクラス、そう、うん、で私、え、みたいな、うん、なんで私ここにいるんだろうと思って、そしたらなんか周りからすごい、なんでこの子ここにいんのみたいな視線で見られてる気がしちゃって、すごい恥ずかしかったっていう話です。それはもう間違えてたってことや。そうなんです、結局自分じゃなかったっていう、うわ、シャシャリ出たみたいになってる。そうです、誰にも何も言われてない、何も言われてないの、なんか来ちゃった人、神だってことやろ、私が神だって、モンスターエンジン的な、私だってやつじゃない、だから結局は聞かれてもないのに、へえ、どうぞ、あ、私ですか、はい、うん、あなたですよ、もう違うわ、なんちゅうこと言うねん、どうしたどうした、いや僕あのね、はい、街中でよくタンメンやってくれって言われることはあるんですけど、おっちゃん、ね、おばちゃんクラスになると、うん、ね、まあ会って忘れてしまったのか、はい、急にパッと出てきたから、それとも鼻からもう
なんとなくしか覚えてないのが、うん、あれやってくれっていうことが多いです。あれあのちょっとあれ見たいからちょっと写真撮りたいからあれやってくれとかっていうのが多いんですよ。でそのおばちゃん来てまたいつもの感じであれやって あれやってよって言ったんで、うん、お目に食わせるためはねえってやったら、いや違う違うあのマグロのやつやってって言ったんです。全然ちゃうやん、マグロの築地のやつやん、全然タンメンちゃうんかよ、むっちゃはずよ俺も全力でやったのに、それじゃなくてって言われて。あるね、それは。それはまああるからね。それはあるから、うん、終了でございますか。ちなみに、うん、それは河本さんが、うん、そのおばちゃんなんですか、声かけられたのおじさんなんですか、その時は。おばちゃん、おばちゃん、どこでですか。あの東京です。そんなの、いや東京ですけど、東京のどこですか。都内です。都内、都内のどこですか。どうだっていいだろう、そんなの。いやいや気になるじゃないですか。うるせえな、知らねえ、どこだっていいんだろうな。気になるじゃないですか。品川だよ品川。へえ。どんな格好してたんですかそのおばさまは。いやどんなんでしょう、なんか切ったね、布一枚なんか。なわけないじゃないですか。じゃあなんて言ったらいいか分からん。じゃあじゃあおばちゃんの服なんかなんて表現したらいいか分からない。あのなんていうの、ね、でそれでやったんですか、ピカソみたいな、うん、それでやったんですか。やりました、マグロネタは。いや恥ずかしいやん。いやそれじゃないです、マグロやって言われて。なんで僕ばっか責めるんですか、そんなに。誰が嘘ついてんやろな、今日のは分からんね。ミヨンちゃんはしれっと意外と、なんですか、しれっと言いそう。なんでなんでなんであの友達とかに聞かなかったの、あ他のメンバーですか。なんで聞かずに出ていけたの。なんか周りに誰もいなくて、本当に一人でなんかノート見てたんですよ。何のノートですか。立ち位置とか、立ち位置とかすごい書くんですけど、AKB のコンサートって。あ、そっちに集中してて、はい、今の曲はここだなみたいなこと書いてて、そしたら急にと見たらなんか呼ばれてて、向井さんって呼ばれたような気がしたってこと。いや私の名前じゃなくてその曲の名前を言われてて、あそれで反応していった、反応した、はいはい、行かなきゃと思って行ったら全然違ったっていう。そういう似たような名前の曲があるってことね。じゃあそうですね、結構ありますね。リーダー、それファンの方っていうのは、はい、それ一緒にその飛行機にその、まあ、その方は乗ってないです。あだけども入ってきたんですか、ゲートそのいわゆる入ってきてる。あ本当ですね。ね、入ってきてる。そうやわ、入ってこれますかね。その方も一緒に行けるんだったらね、まだあれですけど。あ、じゃあライブの時ですわ。ライブの。じゃあ、どうなんでしょうね。その辺も。僕もそこはちょっと引っかかってましたよ、私も。いや、でもファンの方が、あ、ライブじゃないわ。え、でもメンバーいたな。あ、フェスだ、フェス。北海道の。あそうそう、思い出しました。おかしいなと思ったんですよ。フェス、フェス。フェスですわ。あ、じゃあ来ますね。だから北海道、そうそう、なるほど、ね。まあ来るか。うん、北海道は。どこですか、大体でも橋ですけど、ね。ピンポイントじゃないですか。GPS どうですか。GPS。何ですかどこでボケたんですか、どこでボケた。いつもなんかこけたとかシャッターぶつかったとかって多いです。だからあえて聞いてるんですそうそう。どこですか、場所ですか、こけた場所どこですか、本当に。コンビニの前とか。どっかのどこですか、こけやすいかどうかちょっと判断して。路地です、路地。路地。路地に入るんですか、どんな靴。あ、靴どんな履いてた。あ、これ履いてましたよ。ちょっと見せてください。え、ぺったんこの。ピエロみたいな。スルンってね。あ、まあまあ。あ、滑り。女子の靴はね、ソールに力入れとらんからね。さあ、滑るんですよ。ね、あの、先っちょに力入れてるのはブッチャですよね。そうですね。巻いてるね。クルンとね。はい。アラビアンのね。アラビアンの。こんなそれ巻き込み、井上さんの話どんな話だったっけ。俺の話はもう常に変わるよ、変わったらコロコロ変わるから、偶数回と奇数回のエレベーターで。あーそうだそうだ、でも井上さんありすぎるからな、この話。だからもうほんまに通常のあるやつやん。いや、こけるなんかもう、うん、まあまあ、もっと。一年で一回は歩くんで。でも、それぞれ皆さん怪しいなと思う人いるでしょ。はい。一回指さしてみる、はい。はい。せーの、ドン。コムさん。あれコムさんは僕は川北甲子園。僕、向井地。みんなバラバラ、バラバラ。それぞれよ。じゃあ、二人が向井地ですね。井上甲子園が向井地です。川北真由子です。はい。あ、そっか、二人。そっか、そっか。一番リアルやけどね。でも、もう、あれ、なんか俺ら知らんせ、そっか、知らん
すぎて。ところに、知らな、知らないとか。あと、意外とメンバーが多すぎるから、一人になるっていうことはまずないかな。多分、なるほど。おばさんみたいな人が、はいはいみたいな、何々ちゃん、何々ちゃんみたいなのがおると思うのよ。あと、やっぱり彼女上手いのやっぱりその、曲入れるやつも AKB しか入れてないとか、ザ・アイドル王道行くんで、やっぱり先輩の名前とか出すと、食いつくやろ。なるほど。確かにね。そんなにじゃないですよ。神セブン出してきましたね。出してきましたね。何人出た？いやもう本当にそうなんですよ。神3？ 神3が出てますよ。ああ、そうですね。そうそう。他にも結構島崎さんとか、高見菜さんとか、すごいいっぱいいたんですよ。ちょっとこれは。思わず、バッと聞いちゃうもん。確かに。だから、すごい。ビビったというか。あ、これは怪しい。びっくりしちゃったんですよ。いや、でも、甲子園怪しいんですけどね。確かに。俺、こけてないと思うんですよ。リーダー。甲子園。俺、こけてないと思うんです。珍しくね、甲子園がね、何ですか？いつもクソ自信があるときは、むっちゃメンチ切って喋るんですよ。でも、場所を聞いたときだけ、場所ですか？違う、場所。ほんで、こんなになったこっちが広げようとした時にかなり乗っかってきたんで、俺は、甲子園。ちょっと待ってくださいって。そう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 。そうそうそう。これこれって。もう俺今ので確信した。ちょっと待ってくださいってのレベルが、いつもより低い。もっと高く来な。ちょっと待ってくださいよ。それぐらい来な。正解エンディングに持ち越します？そうですね。まあ正解はそうしましょう。最終的に誰が、誰かっていうのも言わない。いや、言わずに行く。じゃ予想はしましょうか、一人。予想、はい。せーの。まあ、それ踏まえて、あ、こっち、それも。いやいや、もう本当に知らないよ、もう。いや、それにも覇気がないんですよ。それにも覇気がないんですよ。今日はね、いつもよりなんか覇気がない。確かにそうかもしんない。うん、ほんまやねんっていう、あ、パワーが出ない。ほんまやねん。これはちょっと、もしかしたら、ちょっと。だって、路地入らないですもん。入りますって、路地ぐらい入らせてもらっていいですか？彼女入らない。路地入らない。路地ぐらい入ります。路地入るぐらいなら、入れないわよ、みたいな。路地行くぐらいならね。いや、路地ぐらい入らせてくださいよ。じゃあ、ちょっとエンディングの方で正解の方、答え合わせの方したいと思います。路地滑らないもん、全然。違います、違います。こういう四角いマンホールです。もうええちゅう。というわけで、以上、ハッパレリサーチ、ダウトを探せでした。一曲行きましょうか、向井ちゃん。ではここで1曲お聴きください。8月27日リリースの AKB48 の新曲です。 AKB48 で心のプラカード。ロバートです。アツシです。吉木梨沙です。パレットの君島美月です。9月13日から15日までの3日間、大阪吹田の万博記念公園で行われる MBS ラジオのイベント、万博へ GO、 今年俺たちも参加します。3連休初日の13日土曜日は朝11時半から、あっぱれ俺たちごちゃ祭り万博からやってますを公開生放送。さらに午後2時15分頃からは俺たちごちゃ混ぜを公開収録。13日は俺たちをはじめ TKO、 次長課長、ノンスタイル、中村アン、小野ののか、石原香里ほか豪華出演者が登場します。私たちパレットのライブもあるよ。さらに14日の日曜日には千原ジュニア、よい子、剣道小林、桂サンド、そして東西ラジオのレジェンド浜村淳と吉田照美ほか人気パーソナリティが大集合。9月の3連休に開催の万博へ GO、詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧ください。ここで番組からのお知らせです。お願いします。9月の13日から15日までの3日間、吹田の万博記念公園で行われる MBS どこですか？吹田の万博記念公園で行われる MBS ラジオのイベント、万博へ GO、 今年は僕ら次長課長も参加します。へえ。あっぱれ俺たちごちゃ混ぜ祭り万博からやってますを公開生放送と、それだけで物足りない方たちのために公開収録。13日の土曜日は僕たち次長課長、 TKO、ノンスタイル、ロバート、中村アン、小野ののか、アツシ、吉木梨沙、石原香里ほか、豪華出演者が登場いたします。そして、昨年メジャーデビューしたアイドルグループ、パレットの生ライブでも盛り上がろう。パレット。さらに、14日の日曜日には、千原ジュニア、よい子、剣道小林、桂サンド、AKB48、木崎ゆりや、森崎ゆき、そして東西ラジオのレジェンド浜村淳と吉田照美ほか人気パーソナリティが大集合。9月の3連休に開催の万博へ GO、 詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧ください。いやー、そうそうそう、最終日すげえ、すごいですね。ねえ、すごいな、すごいですよ。レジェンド、ちょっともう全然入ってこないんかったけど、いや入れよ。僕らいつ
ですか？土曜日ですよ、土曜日。はい。で、入れ違いで。入れ違いで。浜村淳さん。浜村さんと吉田さんの前座ができるんですね、我々。そうですね、まあ土曜日ですからね。まあまあまあね。いや、それは光栄なことですよ。いや、すごいですよね。なんだったら一緒に出たかったですけど。ただ、残念ながら前日です、我々出ますけども。はい、ぜひ来てください。お願いします。川北真由子です。1179MBS ラジオからあっぱれやってます。さあリーダー、来ましたよ、来ましたよ、ついに皆さんの予想は川北甲子園前ですけども、そうそうそう、まあ嘘でしょ、まあ、路地に入らない女ですよ。ですよね。一回もないんじゃないですか今まで。ないんですよ、路地に入ったことない。日陰の女にはならないタイプ。ずっと日の当たるところで過ごしてきた女の子が、私を照らしてと、ニューヨーカーやから、私を照らしなさいと、そういうことですね。なので行きますか、いきなり、それとも他のとこから行きますか。いやいや、ここ最後にするか、一発目でもうここ行くか。え、どういうことですかこれ。あの五七五っていうのは当てたらですか。もう五、もう五一五の話、もう当たること前提なんですね。当たりますよ。そういうこと。彼女は忘れてると思います。え、どういうことですか。嘘っていうのを予想しました。川北甲子園真由子さんが嘘だった場合、彼女が五七五の、はい、で外れ、外れた場合はもうなしですからね。あ、なしか、うん、はい、あ、一発目だけなんで意味があるのは。あ、そうそうそう、罰ゲーム、ね、あー、なるほど。じゃあよく考えた方がいいですね。いきますか、うん、じゃあ行きましょう。川北甲子園真由子さんが本当だったのか嘘だったのか。え、私でいいんですか。うん、いいんですよ。だからもうみんなもう言ってるんですから。よろしいですか。じゃあ、さあそれでは見せてください。どうぞ。本当です。誰が嘘ついてんの。誰が、なんで嘘入んねん。誰や、誰や。誰や、なあ、嘘っぽく言うなって。じゃあお前に言ってる。それ仕返しでしょ。ちょっといいですか。何。いや、私に決めてもら、決めさせてもらってもいいですか。うん、なんで。まあ、そうやわな。みんなで決めよう言うてんのに。俺リーダーちゃうの。やっぱファンの子入られんのちゃうんか、ゲートに。うん、ゲートはな。いやいや、でもたまたま、いや、ありそうじゃないですか、ね。いや、あるのよ、だから同じ日。いや、絶対ファンの子のテンションで声かけてないもんな。ち、間違えてますよみたいな、あれが本当のトーンならね、もう本当の。いやいやいや、絶対井上さんですって。マジでマジで信じて。いきます、いきます、井上さん、はい、じゃあ行きましょう。せーのー、せーのー、どうぞ。いや本当なんですよ。そう言ってんの。いや、あ、やっぱ美穂ちゃん最初思った通り。え、何してんの2人。違う言うてんね。だから絶対リーダー。本当ですか。いや、俺リーダーやで、今回限りリーダーやね。リーダーが一番最初に喋り始めるのはいつものパターンやけど、リーダーようできすぎやで。こう 4D を40ってようできてるって。曲の間にまとめてたもん。気づけって。ああ、もうリーダー落語好きやから、もうこう上手いこと言うてる時って。じゃあわかります。じゃあ、じゃあ、ほんまに。じゃあ、はい、リーダー行きましょうか。40と 4D の間違えた。はい。せーの。本当なんです。だから本当なんです。もう本当の話ですよ。じゃあ、あなたでしょって最初に僕言いましたよね。河本さん、早く出して。俺なんかこのゲームすっげえわ。出た？もう言ってもうで。うん。本当ですよ。本当？おいおい。向井地、怖えな、おい。だから言ったじゃん、真由子言ったじゃん。みおちゃんが嘘言ってたん。いやでもほんまもう本当に、え、だから真由子言ったじゃん。いや、これない、この入れ替えたってことない。マジシャン的なことない。違う、真由子本当に嘘ついてる。言ったでしょ。いや、よう噛んだね、そんな嘘。本当に嘘です。あなた本当に、いや、じゃあやっぱりそれ怖いって。怖い、怖い。いや、よ、だからこう、あの、先輩の名前出しとけばこう食いつくやろと思った。違いますよ。向井ちゃん、お前本当怖いって。ガチで言うとんぞ。向井ちゃん、お前本当に、違う違う、卒業して恋愛すんな。男全員だもんだって、お前怖いんだよ、お前。どうする、どうする。でも、一瞬バレそうになって本当怖かったです。初対面やで、みんな騙しやがって。な、向井ちゃん。初対面や、僕ら。これだから言って、ほんまに向井地っていう名前なんそこからも、うん、向井地やってること白詐欺やで。白詐欺と全く一緒のことやった向井地。そういうゲームですから。いや、じゃ初対面の人にこんなに騙せるって白詐欺だぞ。白詐欺って何ですか。それは分からんからね。ちょっとこれまた来週もやりたいですね。詐 詐欺やで。いや、だから言ったじゃん。っもっと強く言えや。いや、もっと強く言ったら全員真由子の方に行ったんじ
いやでも最初シュンとするから、なんか言ったじゃん、絶対最初の読みが当たってたやん、僕人が周りにないってこと、絶対ない、向井一最初に刺したもん、リーダーも刺してたのに、刺してたじゃあちょっと来週もこれミオンちゃんと一緒にまたやりましょうよ、やだ、ね、やりましょう、はい、そろそろお別れの時間ということで、火曜水曜もぜひ皆さんお聞きください。お相手は城島茂と自由が丘河本と井上と川北麻友子と向井一ミオンでした。それではまた来週、さよなら。